左側に見えているこれと右側の小株を従えているこれはサンタカタリーナバナナ苗ですが、こちらは出来開花結実までここに置いておくつもりですので、複数本立ちの中心株になるサンタカタリーナとしてはこの程度で十分かなと思うんです。小株の方はまあ中心株になりませんが、まだこれはそうですね、長いですから背丈がちょっとありますんで、まあこの辺とかで花茎カットバックしてしまって発送しやすいようにして、あと興味がある人がですねご自分の畑に穴を掘って植えてもらえば、あとは年内にある程度の複数本立ちになって、来年は立派な複数本立ちが成立するように思いますので、この小株じゃない方を掘り上げて後で花茎をカットバックしようと思います。というよりも説明上今そう話していましたが、実際にやりやすいのはこの辺でもうカットバックしてしまって、それから掘り上げて山から下ろして家に持っていくのが簡単ですから、まずはカットバックしてその後掘り上げようと思いますね。